それでは皆さんこんにちは、 CA ヒューマンの吉田です。今回は信号機ですね。今 Amazon の方で購入したんですが、こういった鉄道の信号機ですね、その模型がありましたんで、それを PLCIO の方で制御ということでご紹介したいと思います。で、今ですね、この信号機自体はこちらですね、マニュアルとしてこのような形で、間に中継ボードがあって、このボードに9から16ボルトをかけてですね、で LED の方プラスをコモンとしてそれぞれ LED につながってます。で、そこから戻りの線、赤色の線が2本、それぞれの左側の信号機、右側の信号機ということでつながってます。ですので、マイコン側ではグランドに落とすような形で、出力を出すと、グランドの出力ですね、を出すと LED を点灯させるというような形になります。で、実際動作の方を確認しておきたいと思いますが、このような形でですね、左側のマイクロスイッチ、こちらがオンになると点灯、点滅ですね。で、右側オンで停止というような形でですね、こちらの方ですね、動作する形になります。で、今このマイコンの裏側にですね、配線の方を入れている形になります。で、今ですね、左側のリミットスイッチが入った瞬間からこちら動作を開始するよということで、自己保持回路になってます。今左側のリミットスイッチが X0、右側が X1 というような形で、今 X0 がオンになると M の0がオンになって、自己保持回路ですねが構成されて、オフになっても動きっぱなしというような形になります。こちらオンになると、オンになった後 M0 が入って、 M0 が入って保持するよ、離しても動きっぱなしという形になります。で、動いている通路、こちらを X の1リミットスイッチが入ることで切って、自己保持を停止させるよという形になります。で、今 M の0が入っている間というのは、こちらタイマーの0とタイマーの1、こちらがフリッカー回路、点滅回路ということで交互に動作する形になります。この T0 と T1 によって点灯消灯、まあ、今回は右点灯左点灯ということで切り替えてるよ。で、その点灯については一旦 M の10、11に出力してます。今回、LED というのは先ほどプラス側が共通となって、それぞれ出力ですね、にはマイナス側、仮想度側ですね、こちらが出力につながってますんで、出力をローにした、出力をオフにした状態でランプが点灯するという形になりますんで、その論理を反転させるために B 接点ですね、動作した時には回路を切る、動作したという時にはローにしないといけませんので、回路を切るということで、こちら動かしています。こちら今回自己保持回路と、それから点滅回路、こちらを使うことによって、今電車等ですかね、イメージしていただければいいんですが、左から電車が入ってきて点滅しますよ、で右側から電車が抜けていくことで点滅が止まるよという形になります。それでは今回ですね、信号機、電車の信号機ということでご紹介させていただきました。皆さんご視聴ありがとうございました。